昨日県内で降った大雨の影響で東海道新幹線は今日も始発から遅れや運休が発生するなど混乱が続いています。今朝晴れ間が広がった浜松市ですが、浜松駅の新幹線改札口には人だかりができていました。東海道新幹線は昨日県内で降った大雨の影響で今日も一部区間で一時運転を見合わせました。その後運転は再開されましたが、ダイヤが乱れ現在も大幅な遅れが出ています。そのため切符売り場には長蛇の列ができ、駅で立ち往生する人の姿も多く見られました。新幹線がまだ東京から発車してないので、ちょっとここで待とうか中に入って待とうか悩んでいるっていう感じです。